さあやっていきましょう。バイオハザード6。船の続きでございますね。まあ、水平線上のストラテジーということで続きやっていく。ああ、うん、ちょっと待って。いらない。This is making me seasick. You think this stuff's gonna last much longer? 戻ってきたので、ね、まあ、と言いながら早速咳込んだわけなんですけれども、まあ今回はですね、船を脱出していって、まあなんかとりあえずフェーズを燃やす。あっちっちあ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 っち。This door requires three different passcodes. パスコード。Then we better go find. パスワード。ああ、うん。コードとワード結局何かどう違う。I wonder who took him down.さて、ここからがエロエロエロイッチュになってるっていうね。まあ、グロイッチュになってる。大チュキホールド。ここに来てあれだね。ずっとさ、ネオアンブレラのさ、宇宙、地球外生命物体か。顔超割れてる。ここまでなんかまじまじと見たら初めてかもしんない。まあ、それはいいや。なんかここまでさ来て初めてさあのまともな人間がいるっていう感じがするよ。これまでせいこれまでここそれすらもまともに喋れなかったけど大丈夫だ。これまではねこいつら13弾はあれか本体が出てくるだけで全然後ろから出てたっけこれ敵ってそんなことはないか。うわおお近い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 。ネオアンブレラのね地球外生命物体たちがいっぱい襲ってきてたっていうのがあったけどここに来てちゃんとした船乗りがいるんだけど敵は全員ぶちのめせたかな。お邪魔しますダイナミックすごいなんかチラ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 見てるけどああまだ生きてたのね。これどうかな爆発させた方が良き。でも結局でも溶かしてダメージをうにゅうにゅうにゅうに受けても変わりないもんね。で、あとね、あと一個だったかな。あの、エンブレムを壊すのに関してね。エンブレムを壊すことができればミッションコンプリートっていうところで、っていうところなんで、こいつを一旦再起不能にしなくちゃいけないよ。本体、本体、こいつ、本体、こいつ、すごいな。口からソーセージ何本出てくるんだよ。ほい、あ、こん、あん、まあ、無限武器だから、全然、もうポイントさえ行ってない。あれ、いつの間にかなんか、下半身と上半身がお別れしてるんだけど、あ、そっか、はい。で、OK、倒したかな。オープンセサリー。あ、さらにもう一回なんで。キャプテン Go here! で、これで、よいしょ、よいしょ。これでも、2蘇ってくんじゃなかったっけかな。さて、果たしてどこから行くのが正解だったっけか、もうあまりにも久すぎて、どこからどう行ったらいいかっていうのは、あ、ちょっと待って、3メートル先にあるの ?3 メートル、あれこっちは、行けたー。あちゃ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 。で、無理だね。開けるところがなかった。俺結局こっち、超復活してんじゃん。氷は効くのかこいつら。ピッチカチになる。そうでもない。ああ、なんか、賢者モードに入ってる下半身みたいな動き方してるけど。あんまり強くなさす。ああ、そうだね。そうだね。あれだ、復活してる、復活。あ、で、自分が狂ってる。自分が狂っていたいっちなっ賢者モードからやる気モードになってるやつがおる。発情すな。あ、で、自分が。まあちょっと、まあまあもう、ちょっと冷静になれ、落ち着け。Calm down. Don't worry, be happy. 落ち着け。そんなにね、興奮したらね、うん。できることもできなくなっちゃうよ。できることもできなくなっちゃう。かっこいいミシン。よし。あ、いった!なん!あ、生きてたのね。隊長ちゃんと仕事して。よし、オッケー。もうこ、あ、ちょっと待って。お手手がウニウニしてない?うちは待ってか、多くない下半身。下半身多くないってなんかパワーワードやな。こいつは、おー、ちょっと、
隊長、隊長、ちゃんと飛び道具で攻撃してくれ。なぜ近接武器がこのタイミングに来て、関節武器でコン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 やってくる。違う違う違う、そうじゃないと。私が求めているのはそれじゃないんですよ。ん？大丈夫かね。でこっち進んでいって、なんかすごいチラチラ見てんだよな。いるのかな。いなさげだけどな。大丈夫。よし、あ、やった。クイーンオブハート失礼。あ、でもこれまたニューニューニュー、中から出てくるんじゃないか。あ、ちょっと、あと追ってきて、臭い窓反応。おててが出てくるのかよ。本体どこ行った本体。いやー、なんか久々にやるとやっぱこれ無限武器じゃないとここやるのって結構怖いよね。怖いというか、なんかもう、なんて言ったらいいんだろうな、不気味言ったらいいのかな。暗いし、くせえし、揺れるし、狭いし、ボロッカスやな。あ、ちょっと待って、あれ戻ってきちゃった。おお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 お、やばいやばい、足元見られたいんすよね。くすって爆発資産しやがって。こっちの方が早いな。結局硫酸弾でやると敵の攻撃を止められるけど時間かかるもん。でっかい、リフレッシュ。あ、三等兵。え、ここに来たはいいけど隊長いる。隊長の前に下半身と上半身が出る。よし、じゃあ行きましょうか。じゃあ隊長いってらっしゃい。バイバーイ。で、引き込まれキャプテン。これをやってる間にこっちにも、あれ、こっちは来ないのかな。まあ、隊長がちょっと向こうでイチャイチャしてるからね。神様に、あ、ちょっと待って、隊長これ壊れ。おうおうおう、おててが、おててが怪奇現象、怪奇現象。おててこっち出てきてる。いける？ Let's get this thing open, Captain. I'm ready when you are. じゃあ、オープンセサミ。オッケー。Got the second one. Only one more to go. あ、ちょっと待った待った待った。ちょっとごめん。プル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 してる。大丈夫そうですね。オッケー。ごめんなさいね。おちょ、あいって、ダイナミック入店を邪魔しました。外してるし。おめえが入ってくるのが、道理でスペースのワードが出てこねえわけだわ。こっちは、ダメ、裏からロックされ。じゃあ、ロックされ。あれ、これなんかもう一個なかったっけか。オッケーか。もう一個さ、あの、なんか寝室というか客室みたいなところで、あ、あったあった、ここだここだすごいところでおねんねんしてますね。で、あ、なんか、あ、やった、ありがとうございます。ゴチです。Move in. Give me a minute. で戻っていって自販機。自販機あれだね、なんかジュースとかじゃなくて普通に食べ物が売ってる自販機。これ待って、隊長めっちゃ見てる、来てる。あ、おてて、うってってって、揺れる揺れる。隊長いつもだから車線に入ってくると、あなた一緒にぶちのめしてあげる。大丈夫？よくないね、よくないね、よくないね。弾が尽きるまで成功を打ち果てる。打ち果てる。さあ戻ろう。走る桜吹雪。ここの枝辺が結構大変だよね。普通の雑魚敵がね、ネオアンブレラが大量発生するもの。ここは稲下げ、お乳はいっぱいある。こいつは落ちないのかな。誰にこんな吊るし上げられてるのかもしれない。
Found the last one. Let's head back. じゃあ帰りましょうか。ああ楽しかった。お邪魔しました。また会う日までは尾崎清彦。あちょ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 。めっちゃ入ってきてる入ってきてる。ちょちょちょ。壁ドンしてる場合じゃない。じゃあねー。こっちはもうね忙しいんですよ。忙しいから行ってしょ。あれ隊長？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 おお。親方、空から上半身が。帰ってきた。お帰り。隊長ちゃんと始末してきた。お手手がなんか。うわ、隊長ごめん。車線に入るからだよ。隊長めっちゃキャラ。隊長ごと行っちゃったね今。まあいいか。隊長どうせ無敵だしな。Move in. Give me a minute. Move in. Can right now. なんだよ、喉調子いいっつって全然喉戻ってんねあれ。よし、じゃあ行きやしょう。ここは駅来んのかね。まあ気にしないで。パスコール。1個目。2個目。3個目。ゴチです。Come on。じゃあ行こうか。すぐ来てるね。Right behind you。よしよし。でてて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 てるてる。隊長いる？隊長いるかな？隊長。Come here. Take it easy, will ya? ありがとうありがとう。ぬぬぬぬ。オッケー。木箱は壊れた後だったら。あちょお前。あれ。うわ。これいっか。構え。左に戻って。Damn it, we don't have time for this shit. あれ？手あったっけ？感触がなかったね。よし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 。超ギリギリだよこれね。よし。さて。Move in。開けない開けない。あやや。さあようやく宇宙戦艦トマトや。こっちは何もない外れ。もう一回。毎回このフンって開けながら隣にあるボタンは何のためにあるんだって感じがするんだけど、あれボタンなかったっけ。よし、じゃあ空母を今から殲滅しに行きます。Let's get it fired up。 飛行機で思い出したけど、この間セントレア国際、セントレア中部国際空港だっけ、愛知県の知多半島その辺りにある空港だったんですけど、あのあれね普通にね遊び場として面白かったっすよ。うん、あの飛行機の発着陸する場所とは別で、飛行機ボーイング737だったかな、の飛行機がその一般展示されてて、で、あの並んだら一組3分くらいまでで、コックピットを見ることができるんですよね。コックピットを見る経験なんかほぼないじゃないですか。だからそこら辺をなんか一般開放してて、まあ、並ばなきゃいけなかったりするから、まあなんか混んでる時間帯とかだったら1時間くらいかかったりするんですけど、まあでも好きなこととかちょっとやっぱり多分ね、お子さんにとってたまらん色相みたいな場所だと思うから、ショーン、ぜひおすすめですね。ジョグジョも結構充実して、フードコートが普通に目の前にあって、3階だったかな、4階まであって、で3階でフードコートあって、4階にあのスタバあるし、普通にドリンクとかも飲めるし、で、パスタ、ピザ、ハンバーガー、カレーとか、まあ、ただあの、まあ、今ちょっとわかんない、行ったのが、マスク解禁というか、してもしなくてもどうしてもいいですよってなる直前に行ったから、うん、まだマスクで、ね、お願いしますっていう状況だったけど、今行ったらもうちょっと緩和されてるかもしれないですけど、ゴールデンウィークになってるからね、6月になろうとしてるからね、今撮ってる5月末ですけど、この撮影した HQ to Alpha。 そう、
なんで、まあ、あの、The missile countdown has already started. Find the control unit and stop the launch. あと普通に無料で遊べるスペースとか、まあ有料スペースもある、一部あるけど、無料で遊べるスペースとかもあって、そこはあの0歳から2歳くらいのお子さんなんかをね、あの、まあ、ちょっと5、6歳の大きいお友達とかいたりとかするから、まあ、若干その監視っていうか、あの、管理、目を離すのは難しいのかもしれないけど、でも普通に遊ぶ分には全然困ることのない、すごい、あれ、全然楽しい、バーだったんで、だから僕も今2歳の娘がいるけど、ゼルダってもう、丸3時間くらいかな、途中5分くらいの、その、水分補給以外は、ずーっと遊んでたからね、もうほんと5分間、5分間がね、3時間ずーっと遊びっぱなしだったから、これでこのチャプターのエンブレム全ゲット、ありがとうございます。そうだから本当に楽しかった。だから滑り台が2箇所と、あとね、インクが出ないけど落書きが壁にできるってい こう家じゃさ絶対できないじゃん。家だったら特にさ、まあね、あの自分の家だったらいいかもしれないけど、借家とかだったら、賃貸借家とかだったら絶対できないことじゃん。家あの壁に書くなんていうのはさ、そんなことやってみんやって、もうあの敷金がとんでもないことになっちまうから、ね、なんかそういうことができない、その背徳感を子供に味わわせることもできるみたいなね、言葉があったりとか、まあ、あとは空港ならではのグッズが売ってたりとかね、まあ、敷金もやってました。意外とその空港もあのすごい綺麗で、駐車場から降りてすぐで、おすすめは第3駐車場だったかなに乗るともうあれですよ。で、まあ別に何階止めても大してさないけど、4階が普通にその乗るところ、あれ、あのじゃあ施設に入るところだから駐車場も4階止めるというかですね。まああの、Way to go, Pierce. Now get back to the plane so we can get out of here. 僕が京都に住んでて、まあ大体京都の南だったり東だったりのインターから乗って、まあ、2時間あるかかからないかってところから、ちょっと若干下道に降りるところにあって、その乗り換えしなきゃいけなくて、そこが若干混んだっていうのがあったので、まあ、だから2時間10分15分くらい僕の場合かかったけど、まあ、ノンストップで普通に行けたとしたら全然2時間かかるかからないかくらいに行けるという、だからその手前の吹田インターくらいから乗ったとしたら、まあプラ30分とかだし、滋賀とかお住まいの方だったら、マイナス30分とか、まあ、滋賀しかもね、あの立東から乗るのか、大津から乗るのか、若干ね、あの数十分くらい時間が変わってくるから、あれだから。発射言ってる間にもうあの空母殲滅できそうっすね。空母殲滅するよりは、ミサイルの発射を阻止する。All right, Pierce, take out those missiles!どういってくれた、関心期待な、体の割にちょっと細いからね、足とかね。さあ発射、あれぶつけた意味はっていう話なんですよね。ぶつけたことで武器が変わったのかな、もっともっと違うとこ、あれ違う、これ第2弾のミサイルだったのかな。ミサイルは実は2つあったってことね。 FOS レオ S ケネディ、レアン、レアン、レアン、where are you？ ここが繋がってるってなっててすごい面白かったよね。レオン編とクレア編じゃねえよ。やばい、願望で妹出しちゃった。ね、レオン編とゴリラ編をやっとかないと、このミサイルが一体何なのかっていうのがね、分かんないまま、レオン編だけやったら急になんかミサイル飛んできてやべえみたいな感じになってる。ここら辺のさ、そのボリューム空港が各キャラにあって。で、全部のストーリーがちゃんと、あ、こういうことだったのって、繋がってるって意味ではいいけどね。そういう意味ではいいけど、やっぱちょっとアクション性が高すぎるのと、まあ、ホラー感が、まあ、レオン編だと、まあ、レオン編以外あまりないっていうのと、あと、特にレオン編のストーリーは、もうとにかくヘレナがイライラするのと、オープニングが急に始まって、なんで大統領ゾンビなのっていうのが、あまりわからないままに進んでいくっていうところが、なんかね、ちょっと不親切感があるから、結構不評だったり、あと、QTE がね、難しすぎるっていうのがあって、それであの何回も何回も死んだって。確かにバイオ5のプロフェッショナルとか、俺のね今やってるバイオ6のノーホープとかの QT って超むずいからね、若干ミスったとか若干遅かったっていうだけで一瞬でもうお亡くなりになるから、そこら辺はね結構なんか
難しいところだね。シンプルにそのゲームとして難しいだったらわかるけど、ムービーをゆっくり見たいのにコマンド入れられるのっていうのはなかなかね。あ、ただなんか弟に教えてもらったんですけど、あのバイオ4とかもに関してはスイッチ版だったかなにはなんか QT オフモードでプレイできる。5か、バイオ5か、バイオ5、そうだ、この間弟とバイオ5のスイッチで一緒にやってて、オンラインで弟と違うところに住んでるからしばらく関係を取ったの興味がさすぎそうで、オンラインでやったら、俺今あのコントローラー離してるよって、 QT オフモードにできるから、それしたらえマジなの、俺だけじゃなくて、なんかひたすら A ボタン連打してたみたいな、そんな感じだったから、そんなんは補正機能としてあるらしいですね。だから実はもしかしたら この何バイオ6も あったりしてね、 QT でも QT バイオ5でなくなるのはさすがに、じゃあバイオ6でなくなるのさすがにないか。ジェイク編のさ、なんだっけ、あのウスタナクのチャプター2くらいかの最後でドリルでゴニョ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 やるシーンとかってずっと QT だもんね、うん、さあ服装が全然違うのを見抜くことができない、本当に脳みそ脳筋ゴリラっていうねあ、でもここら辺はでもあれ、カーラ・ラダミスのエイダにレオンは会ってたんだ、会ったシーンあったっけ、ちょっと覚えてないな。はい、まあちゅうことで、とりあえずチャプター4をクリアすることができましたので、次回チャプター5に、ね、ぜひね臨んでいきたいというふうに思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、また明日もお楽しみいただけたらと思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。